次の回の最初にお願いします。お願いしますって言っちゃった。お願いします。くるめくるめ。くるめ不節。よいしょ。オレンジオレンジ。んしょ。あ、歌いたい。歌いたい。歌いたいけど、音量調整できない。あ、いや。はい。はい。早い。早い。カフェの下の方で死んでました。カフェの下の方。出口のちょっと手前ぐらい。手前ぐらい。なるほど。はい。だから下に行った人が怪しいのかな。レッサン、ミュートなってますね。マイクミュートなってます。ごめんなさい。はい。はい。初動下抜け千早、後ろに赤センターさん。センターさん。センターさんって言っちゃった自分で。なるほど。神宮寺です。初動でウェポンにいた方で、黒、青、ピンク、黄色までは確認できています。はい、緑も再再一緒です。はい。はい、黒、青、ピンクで神宮寺水井、あ、黄色か、はい、双葉しょって左でメッドベイやった後に停電来たので左回りで行ってました、はい、なのでまあ、怪しい位置にあります。はい、はい、またこの辺で言うと義賊さんがウェポンのタスクをやってて停電直った後ウェポンにいなかったんで行動を聞きたいです。義賊さんが僕はウェポンにいなかったできないです。ウェポンでタスクしてませんでした初動。はい、それしかやってないですね。だから その後の行動が知りたいです。あのカフェテリア通ってエレクトリカの停電直しに行ってるんだったら容疑者になるかなと思って。直しに行ってないです。それを証明している人っていますか。ウェポンにしかいないです。え？ウェポンにいなかったんですよ。あれ？うん？いや、いたそれ停電で見えなかっただけじゃないですか。いや、停電開けててウェポンの真ん中まで行ってます僕は最後。うん、で俺そのタイミングでカフェの下の方を流れてるから見てなかったらちょっとおかしくないってなら確かに。ギザさんだからじゃあちょっとカフェに移動してたかもしれない。あ、守ってない。いやでもガチで下の方には行ってない。言い張り方がなんかインポスターっぽくないですけどね。こんなバレバレな嘘をつくかっていう交通量の多い場所で通路が煽る。センターさんに信用されたってことは僕白ですね。各白です。じゃあミュートはスピーカーミュートでよいしょ。押すか、いや押してほしいな。スーパーチャットありがとうございます。これでも直し行ってないな。いいな。なんだ。ありがて。ナイスボタンです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はいはいはい。もう少しお話しようと思いましたので押しました。はい。はい。ウェポンで、畑迫さん曰く、義賊さんがいらっしゃらなかった。他にウェポンで最後見た方っていらっしゃいますか。ウェポンにいた方もしくは通過されて義賊さんがいたかいないかの話なんですけど、畑迫さんからの一方的なお話になってしまうと多分ブレが出ると思うので。俺は見てないかな。カフェの上でダウンロードやって下下がったら死体発見って感じなんで。僕もウェポン一本通過してあの O2 で神宮寺さんと被って一緒にタスクやってたんで、はいはい、ちょっと見てないっすね。はい、そうですね。この動きを言っておくと、カフェテリアはウェポンナビゲーションで1個タスクをやって停電になったのでウェポンの方に戻ってたところで、 O2 前で神宮寺さんとグリーンカッツさんを見てます。すれ違ってます。すれ違いました。はい、畑迫さん目線無理ってことですか。神宮寺さんとグリーンカッツさんめちゃくちゃ初動でやってなければ多分無理だと思います。初動右だったわけですよね。お二人で多分白正面できると思うんで多分無理だと思う。そうですね、メッサンとグリーンカツさんわかんないです正直。わかんないですか。一緒にいましたよほとんどずっと。
O2 の方ですよね。すいません、あの僕メスさんはめちゃくちゃ覚えてるんですけど。そうですね、はい、木目線神宮寺さんは不可能です。あ、ありがとうございます。でもあれですよね、ちょうどその時停電来てましたよね。そうなんですよね。うん、田迫さん証明できそうですか、はい、グリーンカツさんの治療間違いないですか。グリーンカツさんと神宮寺さんが O2 にいたっていうことで。あ、間違いないです。うん、いいんじゃないですか。大丈夫そうですね。うん、ってなると貴族さん貴族さん、貴族さんもしくはそれで俺だけなんて。そしたらって双葉さんとかも左来たんでしょ。そうですね、左で浮いてるのが双葉さん。それだけで俺だけなんだ、おかしくない。あの初動で下行ったのが千早さんとセンターさんだと思うんですけど、どちらが先とか後とか分かりますか。初動は千早が先です、多分。そうだから僕目線千早さん無理で、僕は千早さん目線可能ですね。ということですよね。とりあえずセンターさんの行動は一応聞いておきたいです。はい、3名ですね。いや、ロックしない。3名なんで別にロックしないです、僕は。3だったら、まあ、右行ったこと分かるだろうから。貴族さんなのかな。あの、言い張り方は結構白かったけどね。あんなウェポンのど真ん中いたって言い張るのかと思って。ありがとうございます。はい、すいません。まあ、疑い位置に入っているので、一応ボタンを押しておきました。ありがとうございます。はい、でも押さない方が良かったですね。私を残されますもんね。はい、すいません。はい、いいと思います。いいと思います。はい。はい、一応、質問を受けたので、私は初手で、アドミンの、カードスラッシュをやって、エレクトリから入ったか入ってない、入りました。入って、千早さんが直してたのを見て、そのままレポートですね。一応自分視点からとタスクをしてたので、先端さんを確認できてないんですよね。はい、ああ、まあまあ、どっちみち多分僕の行動を詳細に言っても多分どっちみち容疑者ではあることは変わりないので、うん、細かい違いだと思うんで。ということはですね、神宮寺です、すみません、整理をすると、クレイさんの殺害に関しては、浮いている双葉さんで先端さんで、ウェポンから抜けた可能性のある義足さんで、ボスナさんのセルフということで。ああ、そうです、ね、はい、よろしく。そう見てます。はい、はい、承知です。これ以上は多分出ないかな。出ない、そうですね。あ、でもカフェの方にね、ボスナさんもおっしゃってましたけど、カフェの方に義足さんが行ったのであれば、ボスナさんが、見てそうです。ではありますよね。うん、うん、そうです。ボスナさん目線、ね、ボスナさん目線がどう見えたかですよね。まあ、義足さんカフェで全く見かけなかったんで、ちょっと怪しいかなっていう話の食い違い。僕、停電中だったと思うんで、多分映ってないですね。そしたら。義足さんは旅行に結局ずっといたわけじゃないんですか。似たような、ちょっとカフェテリー移動したよ。ふわふわしてるな。曖昧やな。大丈夫。あんま覚えてない。ふわふわしてるな、ほんま。あの、ふわふわしてはいましたけど、ウェポンに立って言い張ってたのはちょっと、それだけを含むとインポスターっぽくないけど。うん。まあ容疑者位置では見えなかったら見えなくてもしょうがないかなってちょっと思いました。スピーカーミュートでお願いします。なんだ、確かに波まで行くか。これリアクターになるな。シールド行くか。はい、どうなんだよだね。黒、水色、その他、水色。まあ普通に義足さんがただのメンタル化け物な可能性もあるからな。うち保育卒最強。黄緑、黄色、ピンク、緑、これ黄色、ピンク、緑。
お、ナイス。おー、ナイス。いいですね。おえ。素晴らしい。ナイスです。ナイスです。あ、エレクトリカル周辺で3つはすれ違ったんで。まあ、死んでても絞れるかなって思って。いやー、容疑者一致だけど白い。いや、わかんないですよ。僕がすれ違いすぎてキルできなかったから仕方なく押した可能性高いですよ、これ。まだまだ自分。ご自身で解説。ぐちゃぐちゃになっちゃう。やめて。で解説で相方がキル取っててワンチャン死体消しになればいいやみたいな。そう。あり得る、あり得る。疑い出したらキリないっすね。でもありがたいボタネさん。ありがとうございます。そうですね。うん、なんか双葉さん、まあなんか気になる話ですけど、双葉さんは多分なんか僕と同じ思考で動いてる感じがしました。なんか死体を探してる感じがすごい、同じとこ見てたんで、なんかあのロアエンジンの下をちょろっと見て出ていくとか、あとは畑迫さんにあのなんか守っていただきました。あ、リアクター、そうですね。あそこは私も守ってもらいました。はい、2人いましたよね、双葉さんと。リングリさん、リアクター残ってて、はい、で、畑子さんが見てました。そう、ちょっと後ろで畑子さんがじーっとなんか、KB のように立っていました。何もなかったよ。飼育員さん何もなかったよ、来ました。ありがたい。あ、どうしますか、時間待ってますけど、道の話とかしてもいいですけど、義足、こう、まあ、義足さんの恋バナとかどうすか、この余った時間。いいですね。メッサ、なんか20秒で簡潔に。え、メッサ、なんて。もういいよ。メッサの声、なんかコソコソしてません？ないかな。ウーさん、俺の声変。いや、なんか、さっき発言した時、なんかプツプツしてて、なんか、あ、マジっすか、おかしいな。こっちとも普通だけどな。僕も普通なんだ。後で、なんか一回入り直した方がいいかもしれないです。次の会議の最初にお願いします。お願いしますって言っちゃった。お願いします。抜けさせて。くそ。ナビはちょっとやっときたいな。おかえりやきたなるな、これ。青、ピンク、黄色。黄色ダウンロード変えた方がいいな。これはチャンス。ロードからやることで攻めたプレイができるかな。できるね。どうしてやったんだろうな。ゴゴ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 ボコボコ、僕をボコボコにすることで、楽しむという回ですね。そういう意味のエンジョイだそうです。黄色。あ、ドミニオン管理は任せよう。緑、ピンク、黄色。進めるか。死体探し結構しちゃったから。ゴゴ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 。もう一個。ゴゴゴゴゴゴゴ。ガショゴミ捨てしたもんね。あ、弁当。アドミンの、なんだっけ、入り口の、あの監視カメラ映りそうなところで
緑色の畑迫さんが亡くなってました。直近まで多分僕直近っていうか今もちょっと来てますけど、最終畑迫さんが生きているところを神宮寺アドミンで見ています。俺も見てます。カメラの前で踊ってた。あ、その時セキュリティ見てたの義賊です。でその時ボスナと畑迫がアドミン前の廊下で立ってたのを見てます。うん、はいはい。で、はいはいはい、他の方の最終位置とか教えていただけますか。直近から、まあ、コミュニケーションからシールドの方走っていってました。最終シールドついたかな。はい、最終シールドついてたと思います。はいはい、はい、最終カフェです。左から上がってきた。義賊もカフェです。うん、見た。ナイス。最終アッパーエンジンぐらいです。セキュリティからアッパーエンジン向かってるぐらいです。俺はカフェテリアアドミンらへんです。その中間地点ぐらいです。めちゃめちゃいるんですね。カフェテリアアドミンの中間。すいません、センターさんごめんなさい。千早最終ナビゲーションこの字の2画目あたりなんですけど、はい、カッツさんいたよ。ナビゲーションの音、あ、これはじゃあ多分あれです、僕の記憶力の問題です。最終位置ガバが発生しました。でも分かるぞ。それで弁当見ました、実は。ああ、なるほど。ストレージのところから陰でその開閉だけが見えたので。ああ、なるほど。そう、犯人はこの字あたりとか言うかなと思ってました。ああ、まさに俺になっちゃったな。かカフェの弁当にいるかもかな。双葉も、シールドなのでその辺ですね。ああ、そっかそっか。容疑者めっちゃいる。多いな。え、誰だ？千早さんと双葉さんと？カッツくん。わかんないですけどね。他に。カッツくん。弁当中にいたらわかんないですもんね。おさなさんと貴族さんはもうその弁当には入ってないのは確証できる。うん、ないから。でも弁当レポート、カッツさんかな、ドクさん、カッツさんかな。だろうね。弁当から出た人が誰がいたとか言わなそうな気がするから何ぽくはない気もしますけどね。あ、でもこのキリベースだったらタスクで勝てる感じもしますけど。ゲスト配線インカフェにションお。じゃあ双葉さんを捨てた。双葉さん結構黒い位置にいんだよ。生きると思う。多分死なないはず。お、びっくりした、びっくりした。タスク効率よ。上さん白でしょ。色、あー、でもそっか、でも うわ、いきなり。ちょっと待ってください、これ僕死体消しじゃないんです。違うんです。違うんです。でも俺貴族さんと動いてたから。そうなんでね、うん、僕とボスナーほぼずっと一緒に動いてたんで、まあ死体消しじゃないっていうのを多分証明してくれると思ったんで。エレクトリカル前で2人が、うん、あ、すれ違った。そうですね、千早さんと一緒に、そうですね、貴族さん、ボスナーさんが入ってくるの見ましたね。はい。あ、うわ、びっくりした。すいません、なんか回線死んだ臭くて、ちょっと一瞬。はい、あれ、これ、了解です。死んでるの、回線落ちなのか、どっちだ、これ。あ、死んでます、もともと。人気入りです。あ、死んで回線落ちたね。ああ、なるほど。どこをどう詰め、もう入れなきゃいけない局面なんで、そうですね、詰めないと。最後にアドミンにいっぱいワッと入ったじゃないですか。はい。
リアクター前ですね。で、双葉さんもセンターさんもいらっしゃったチーム、あの時に、はい、青メスさんいたんですよ。おう、そこが最終っすね、目撃。一応ボタンじゃない、リアクター鳴ってる時、僕とボスナー、アドミンのとこ見てて、カフェ1位になってたよね。で、アッパー2とかになってたっけ。アッパー2だったかな。いや、なんかリアクターに結局2人いて、で、ドアに1人いて、で、そこに3人になってぐらいしか覚えてないかな。これ、義足さん、ボスナーさん、2浪はないですか。さっきのキルができないって話ですか。わあ、ないんじゃない。まあ、さっきのキル、ボスナーさん目線はないんですけども。ああ、そうなんだ。ああ、わかんない。初手からずっと話をすればボスナーさんと義足さんに色は全然あるとは思いますけど、ただ、うんうん、どうなんだろうな。まあ、ただここでボタン押すの結構疑われちゃうと思うんで、下焼けしで個人的にはそのさっきの1日前の畑底のキルに関して、その千早さんと双葉さんがそのイベント満載に入れたいな。双葉さんに入れたいです。入れます。じゃあ、あの次ボスナーさん義足さんのをもう一度ちょっと考えてもらってお願いします。はいはい、押します。押します。押せねえ。さあ、多分ニロないと思うけどな。あー、タスクでもよかったな。大作はいはいはい、すいません、ありがとうございます。義足さんに入れた方どなたですか。入れてない。神宮寺ボスナーさんに入れてます。あ、6票入ってましたよね。なんか1票入れられなかった気するんですけど、自分入ってましたっけ。6票、6票あります。6票、312ですね。312なんで、これ義足さん隠しろじゃないですか。ブルーの人が入れて、あの黙っとくメリットないので。そうです。うん、はい、うん、じゃあ双葉さんと誰かもう一人ってことですよね。そうなりますよね、うん、そうなりますよね。321で分かれてましたよね。そうですね、確か。はい、双葉さん3票、ボスナーさん1票で義足さん2票で、ボスナーさんの1票は神宮寺です。ってなると、どこに入れたんだ俺、不安だ。まあ、ちゃんと入れたのかな。双葉さんとのライン考えて入れてもいいし、ボスナーさんと義足さんの二郎が残ってんだったらどっちか落として、うん、タスクがあと4つ、ね、3つ4つぐらいなんで、二郎を否定しといて、うん、2キルが間に合わない時間を作ってタスク勝利でもいいし、うん、でもまあ俺が人狼だったら義足さん食ってるけど、ずっと動いてたし。確かに。うん、だからまあ、初日だけなんだよね、義足さん確か怪しかったの。2日目以降から何も関与してない。多分だよね、ボスナーさんが、はい、まあ、それか双葉さんで落ちてると見て、このまま進行してもいいですけどね、はい、うん、まあ確か、うん、このままに行きますか。いや、1人でも切った方がいいと思うけどな、タスクで行くとしても。誰かしら、誰切る。そしたらどうなんだろう、誰だろう。難しい。双葉さん釣り優先してる、先端さんも僕はしてるだと思います。とりあえずスキップ入れます。このまま行くか、ちょっと怖いな。なんか、うん、先端さんか千早さん切っときたかったな。僕助かりました。あ、まあ、僕の予備設置だからな、ジングリさんが決めるのが良かったかな。はい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 、タスク残量的に二郎じゃなければいけると思う。うん、僕終わってます。誰だろう。もし人ジングリ残ってます。もう殺して幽霊にしてやってもらった方がいいんじゃない。なんなら一つで、一つなんで。ああ、そっか。はい。俺ゼロです。ゼロだと思う。エングリさんが一番白いだろうから。うん。エングリさんが決めた方がいいかもしれないです。なんか、なんだろう。
で初日から初日に関してはボスナさんのリポートで義賊さんが怪しいで双葉さんもね一応双葉さんもありました。で2日目に関しては双葉さんグリーンカツさん千早さんの中で右サイドにいた方が弁当に飛んだ先端さんの弁当云々を浸透するならばそれっていうところで僕先端さん白だと思ってるんですよね正直。僕もと思います。ボタンが結構白かった先端さん、うん、なのでそうするとグリーンカツさん死んでいて双葉さん落としていて残り千早さんで弁当の話を浸透するならばボスナさん義賊さんはなし、うん、でただ初手切りを双葉さんがやった場合だったら辻褄は合うっていうところを考えると千早さん。なるほど、うん、俺つっとくとセーフな感じになりますか。いや二郎ケアをするのであれば義賊さんボスナさんなんですよ。うんすよね、最終盤面でお二人がいたっていう話なので、まあうん、お二人の片一方を落としておけば二郎系は最後神宮寺さんにパッて決めてもらうとしてタスク終わってない方はどうなったんですか。はい神宮寺です。終わってます。終わってますあと幽霊ですか、うん、ですかね。あれ多分僕のメーターではないと思うので、うん、もうちょっとあると思います。幽霊だと思います。なるほど。いやでもでも千早さんな気がします。千早さん入れます。これは俺行きますか。まあでもしょうがないか。慌てます。負けたらごめんなさい。負けたらごめんよ。誓ったらごめん。一郎残ります。あとは任せますよ。なんと怖っ。なんとやめて兄貴。はい、またお疲れ様です。よかった。いや神宮寺さんと先端さんの考察えぐいっすよね。すごいっすね。えぐい。やばいなぁ。よかった。何もしなくてもどんどん進んでいく。ねえ。カッパコンビだった。いやなんか怖い怖い。なんか、義賊さんの俺、ウェポンにいたがすごいパッション感じて。いや ちょっと記憶違いだったらちょっと大変でしたけど。やっぱインポスターの言い張り方じゃないですね。そうですよね。なんかすごいなんか動揺も微塵もない。いやいたしみたいな感じのかな。俺ねもういやすげえな。俺普通に貴族さんかと思ってた。うーん俺もちょっと初日のは双葉さんですね。そうですね。僕は双葉さんにやられました。でその後もすぐ上からボスナーさん来て、あ見られたかもって思ってました。ああセーフでした。ギリギリだったんだ。ギリギリでしたね。あすいません、コメントによるとですね、僕最終位置それウェポンじゃなくてカフェだったそうです。大変申し訳ございません。いや見えないわけだ。大変申し訳ありませんでした。いやなんかそういう感じのニアミスな気はしたんですよね。あなるほど。いやすごいな。いやこれ市民だったとしても自分の行動をちゃんと覚えとかないともう本当にそうですよね。何も喋れなくなりそう。マジで先端さんになんか振られると緊張するんですよね。この盤面でいつポジ持ってくるんすねとか思って。あごめんなさい、一応僕も容疑者位置だったんで。まあ、ただ僕だからセンターさん結構見ててなんか動いてる動きはもう白かったんで、そうしたら、と思って、俺でもセンターさんがこれタスク割ってないの幽霊ですかねとか言ってて、俺ちょっとタスク割ってなくて震えてたんですけど。いや僕じゃないです。僕じゃない。神宮寺さんです。神宮寺さん、それは僕幽霊ですかねって言ってないんで。もう震えてた。やべえ俺が先輩。幽霊僕はもう別に。いやなんか皆さんが終わってて僕あとメッドベイのスキャンだけだったんですよ。であのメーターはないんで、まあ幽霊だろうなっていう。やーべえ。めちゃめちゃ焦ってましたよ。いやいや。可愛いな。いやなんかまあ決め打った方が面白いかなと思ったんで決め打ちました。いやーよかったっつってもらって。市民側お見事でした。くたばさんすいませんでした。いやありがとうございます。いいダブルキルでした。楽しかったです。いやーすごかったですね。あのダブルキルは良かったですね。神フォローでした。ふたばさんのありがとうございました。惜しかったですね。ボタンなければワンチャンいけましたね。ねえ。うん。ベントワードさんのボタンに殺されました。そうですね。あのボタンでもうほぼほぼ積んで。いやよかった。ベントはどちらだったんですか。
レッドクターバです。もう容疑者がもう二郎だったんですね。そうなんですよ、たまたまいちゃって千葉さんが そこ入ってくるとすごいなと思って、ちゃんとふたばさんが自分が容疑者ですって言って入ってたから、あー、まあ、そうですね、まあ、うん、片方白なんだろうなと思っちゃいました、あれ、ね、広げたらね、そのドタンバのセンターさんのふたばさん入れたいなで、ファッとふたばさんに入ったの。いやー、モスナさんに入れればよかった。もうノールックスルーパスが出たみたいな感じだったんで顔面ぶつかりましたよ、そのボールが反応できずに。すごいすごいキラパスだったんで、うわ